女子はアンカー区間5区に入っています。5区のランナーは西脇工業キャプテンの磯野、3区の今枝とともにキャプテンを務めてきました。この今枝もかなりのリードをもらってこのアンカー区間ですから、気持ち的には萩原さん、だいぶ楽な気持ちではあるかもしれませんが。そうですね、はい、しかしながら何度かタスキをフィニッシュラインまで持っていかなきゃいけないという責任がありますのでね、徐々に不安は不安との戦い、そしてゴールテープを切る喜びへのですね前進というところでですね、気持ちは入り乱れているんじゃないでしょうかね。この磯野は1区2区の貯金を当てにして油断してはいけないという話もしていました。3区以降でも頑張りたいという話もしていました。さあ5区です。5区はアンカー区間で2番目に長い5キロ、南新町の交差点を右に折れると笹山の市街地、ゴールの笹山方面高校のグラウンドに向かいます。キャプテンの磯野が快走しています。では第4中継所通過順位ご覧いただいています。トップは西脇工業、2位は妻学園です。4区の2年生南が区間2位の9分35秒でしたが、妻学園の金山も9分30秒、それほどこの区間では差が詰まりませんでした。5秒縮めたんですね、はい、ただ徐々に萩原さん、妻学園の追い上げというのも画面上は見られませんがあるわけですね。まあ、この5区は妻学園は太田舞さんですので、はい、かなりあと後ろからですね追い込んでいくんではないかなということで予想されています。はい、太田は須磨学園のキャプテンです。ですからこの区間はキャプテン同士のアンカー争いということになっています。太田は1年生の時に1区、2年生の時に2区、そしてこの3年生集大成の年にはアンカーを任されています。ただまだ画面上見ることができません。トップを快走しているのはナンバーカード17番の西脇工業、キャプテンの磯野です。西脇工業このまま行きますと4年連続8度目の県大会優勝ということになります。優勝のゴールテープに向かって一歩一歩笹山方面高校に近づいている西脇工業の磯野で、この磯野は萩原さん、はい、去年の3年生全員の推薦でキャプテンになったそうですね。そうのようですね、はい、本当に誰からも信頼される選手ということで聞いておりますし、うん、まあ、走りを見てもお分かりの通り、はい、西脇工業伝統の淡々とした走りっていうのを見せてくれてますね、はい、1、2年の時は付き添いとしてチームをサポートしていました。悔しい思いもしてきましたと話した磯野です。この3年生集大成の年、キャプテンとしてアンカーとしてプレッシャーはありますけども頑張りますと話していました。まあ、西脇工業は 秋口に、はい、今シーズンのシーズンベスト全員が更新してですね、非常にチームは盛り上がってるんですけども、この磯野さんについては昨年の記録はまだ若干、はい、現時点では更新できてないんですけども、非常に長距離区間適性のある選手だと感じます。はい、この西脇工業、都大路では2015年5位、そして去年が2位と一歩ずつ全国優勝に近づいています。ですから萩原さん、はい、今年のテーマはてっぺんということで選手たちは戦ってきました。そうですね、もう監督選手が目標を一つにしてですね、はい、一歩ずつ切り上げてですね、目標に向かってますね。はい、今年は西脇工業は部員は17人います。その中でこの5人のメンバーに入ったキャプテンの磯野、前哨戦の倉吉女子駅伝でも西脇工業の A の1区を務めまして、はい、19分59秒で走って、長い距離に自信を持ったというようなことを聞いております。はい、その磯野が黒岡の交差点を越えて間もなく笹山方面高校にたどり着きます。城北の交差点を左に折れればグラウンドに向かう坂道、最後の坂道が待っています。太田さんが見えてきましたですけども、はい、もう少しですね、はい、妻学園3年生の太田もかなりの追い上げを見せて画面上でも捉えられる位置まで来ていますが、
萩原さん、ここまで離れますともう残りの距離を考えますとかなり難しいでしょうか。あと600メートルですんでね、はい、でも最後まで須磨学園本当に一生懸命頑張る姿はですね、はい、本当に感動を呼びますね。1年生の時には全国大会のアンカーも務めました。太田、3年生集大成の年、笹山湖方明高校に戻ってきました。トップはナンバーカード17番西脇工業、磯野が笹山方明高校のグラウンドに帰ってきました。残りは300メートルです。4連覇が見えてきました。部員17人を引っ張るキャプテンとして頑張ってきた磯野、夏からアンカーとしてゴールテープを切るというのを日誌に書いてきたと、そのイメージが間もなく現実になります。残り300メートル、笹山方明高校のグラウンドに帰ってきたキャプテンの磯野、部員17人の思いを背負って、その重い重いタスキを肩からかけて間もなくゴールテープを切ります。西脇工業の4連覇はもう間違いありません。4年連続8度目の優勝に向けて最後の直線に入ってきましたキャプテンの磯野。さあゴールテープどんな表情で切るんでしょうか。今西脇工業が優勝、タイムは1時間8分39秒でした。見事な4連覇達成です。ゴールテープを切った時の気持ちはいかがでしたか。やっぱりこの夏からずっとアンカーでゴールテープを切るっていうのを日誌に書いてきて、本当にそれが仲間のおかげで実現できたのでとても気持ちよかったです。やっぱり1区から4区の仲間が作ってくれた貯金をとやっぱ縮められてしまったっていうのがあったので、まだまだこれからだなっていうのがあります。今年の全国への目標を聞かせてください。やっぱり去年2番っていう本当にもう1番が見えるところまで行けたんで、今年ことは絶対に1位を取って全国のてっぺんに立ちたいです。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。4連覇っていうことなんですけれども、はい、まずはお気持ちをお聞かせください。非常にライバル須磨学園も、力があり、戦力が拮抗しておりましたので、よく子どもたちが勝ち切ってくれたなというふうに思います。まあ、想像以上に、はい、1区田中が快走しまして、トータルで、予想以上に空きましたので、こういったレースになったのかなというふうには思います。ライバル須磨学園の分も、含めて、兵庫県の代表にふさわしいレースができるように子どもたちと、昨年できなかった、目標に向けて、準備をしたいと思います。分かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして2位には須磨学園です。3年生の太田、よく頑張りました。かなりの追い上げを見せましたが一歩及ばず2位でゴールインです。以下6位までは今月19日に行われます近畿大会出場です。さあ萩原さん、はい、見事な優勝の西脇工業ですが、どんな印象でしたか。強かったですね、はい、特に1区を走った田中希実さんのですね、記録は本当に、なかなか破られないでしょうね、はい、今後そうですね、3年連続区間新記録を更新した田中、まあ、ですから去年に全国大会、今年は楽しみですね萩原さん。そうですね、本当に夢実現に向けて西脇工業一丸となって頑張ってほしいですね、はい、ぜひ優勝を目指してほしいと思います。女子の解説は兵庫県教育委員会丹波教育事務所長萩原健吉さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。